はい、えー、お疲れ様です。まあ、思ったよりも影響が大きくて、しかも大引きくそうですね。まあ、今回、えー、ETF の破綻に、まあ、影響されてですね、ジェネシスキャピタルも、こちらの方も、怪しくなってきたということでございます。まあ、端的に言って、なくなってしまうっていうことなんでしょうね。ちょっとここがなくなると、かなり、二次的、三次的に、さらなる波紋が広がっていくんではなかろうかと思いますし、それから暗号通貨全体の信用不安がね、 えー、さらに広がるんではなかかろうかと思います、まあしかしこれを通り抜けて生き残った人だけが新時代の暗号通貨市場を、まあ、作っていくんではなかろうかというまあその光のね、えー、見えない世界ではないということかなと、まあ、無理やり考えてるんですけどもいやでもさすがにきついですねここね全世キャピタルがなくなってしまうことはうーんまああの注視して行く末を見守っていこうかと思います